こんにちは、イックです。さて、誰から攻略しようかな、グヘヘっていう初日からいきましょう。2日目、こっから本格的なはず。行動選択。なんかストーリーずっと読み進めていくノベルタイプのギャルゲーとは全然違うね。自分から動かないといけない。あの堂島くんの説明通りに、いろんな場所行って自分から会いに行ってアタック。でなんか謎のジュエルってやつ、なんか話題を示すらしいね。なんかマジカルパワーとかなんかありますけど、サマーコインでマジカルパワーチャージして、なんかうんちゃらかんちゃら、独特のシステムが多いみたいです。プールで水泳だぞ。だぞ。校庭で体育です。ある意味この子って決めたら、もうひたすらその子まっしぐらに会いに行ける感じはあるよね。体育館で体育ですよ。喋らないリンゼさん喋らない。体育館で体育だよ。うん、体育か。妹よ妹よってな感じで、マジカルパワーについて R1 ボタンでマジカルユミナを呼び出し、エンカウント率を上げたりルーレットしたり、まあチートモードみたいな感じで、なんかルーレットして、なんかアイテムとか服とかもらえるらしい。確かね、これ 40% とかあれだね、エンカウント率ってことか。 80% 大丈夫でしょ、さすがにいるでしょ。妹よ、ユミナ。暇ならちょっと話そう。いいでしょ。いいぞ。やった。で、なんかいろいろ話題がもろもろ。スタックアップ会話について。で、5回ジュエルを選んで会話終了してテンションゲージを上げて写真に持ち込めっていうことらしいね。話題ジュエルだと女の子のドキドキが上がりやすい。ドキドキさせたらあかんの。恥ずかしがって会話が終了しちゃう。あら、まあなんかフリーイベントとかいろいろあるね。かなりゲーム性が独特なギャルゲーですわ。大丈夫かな、慣れるかなとりあえずね。活発に行く。体育は何やってるんだ。バレーボールだよ。スパイクとレシーブどっちが好きだ。断然レシーブ。スパイクはタイミング合わなくて難しいもん。普通これでテンション上げていけ。セカンドトーク、5回できるって言ってたもんね。真面目な話題。いや、からかうってあるな、気になるな。まだからかうの早いか。学園生活。この夏やりたいことって何かあるのか。お兄ちゃんの写真のモデル。おお、それはもうプレイヤー的にバッチリ。この子はもう本当にもう、もうね、うまいことね、プレイヤーを乗せるのがうまいね、この子は。これが妹とかやばいですよ。おと、なんかめっちゃ手をつなぐ。早くも手をつなぐ。やっちゃうドキドキして帰っちゃうかもしれないけど、思い切って手をギュッ小さい頃みたいだね。妹だから問題ない。で、ハートマークは結構ギリギリ溜まってるんですけど、あんまり上げすぎると帰っちゃうとかさっき言われたよね。なんか妹だからいいんじゃんみたいな感じもするけど、
こでアタックした方が。でもマックスゲージギリギリまで上げたいところもあるな。無難に勉強の話題。高等部になって成績はどうなんだ？数学は苦戦してるけど、あとはいつも通りって感じ。パパやママに褒められるぐらいにはいいかな。く、敵のいい妹を持つと困る。まあその気持ちはちょっとある。どっちもゲージマックスだけど。恥ずかしいことばっか言って。あらら、全力恥ずかしがりモード。知らない。なんでよ。普通の会話だったじゃん。コロッと変わっちゃう。やっぱギリギリ攻めるの良くないか。ちょっと恥ずかしい話は行動しすぎたせいか、兄弟で手をつなぐのはあかんの。まあ確かに高校生にもなったらちょっと恥ずかしいっちゃ恥ずかしいけど、この加減が難しいってやつなんだな。これもう一回話せるぽい。 70% にアタック。あ、お兄ちゃん、また来たよ。ちょっと話そう。いいでしょ。猛烈に行くよ。やった。この段階で写真ってどうなんでしょう。な、写真撮らせてくれないか。あー、ごめんね、もう行かなきゃならなくて。おい。おい。そっか、またいつでも声かけてよ。それじゃあね。やっぱいきなりはダメらしい。そして放課後。何をしているんだって感じになってるけど。とりあえずもう一回もう一回、うん、焦ることないよね。焦ったらあかんよね。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんは負けないぞ。暇ならちょっと話そう。いいでしょ。さっき速攻で断られましたけどね。いきなり触れるってあるんですけど、触れちゃう。手が早いぞみたいな。やっちゃう。あ、自分でカーソル動かして、おっと手が滑ったっていうのはできない。スイッチ版ではなんかお胸触れるらしいんですけど、プレステ版ではできないんです。寂しいです。やっぱ髪の毛ワシャワシャかな。お、いきなりなでなで来た。やっぱ頭なでなでされるの、お互い好意寄せ合ってる場合限定だけど安心感あるよね。でドキドキしすぎない程度に、あとは適当な話題振ってって感じかな。夏ぐらい勉強せずにのんびり過ごしたいよね。まったくだ。いい学校なのに長期休みがないとこだけ残念だよね。とりあえずゲージが、写真ゲージが3までいけば OK なんじゃないかって気もすんのよね。あともう1回だけ粘ろうかな。運動。校庭の体育は何やってんだ。ソフトボールだよ。お前あのでかいボール全然投げられないだろう。うん、2メートルってとこ。典型的な女子投げだからな。どこ守ってんだよ。いや、私んとこに飛んだらホームランって言われてる。あははは、私も投げるの苦手ですわ。でここでゲージ3のとこまで来てるから写真撮れるんじゃないのかなと。写真撮らせてくれないか。あー、ごめんね、もう行かなきゃならなくて。ちょっともちょっとも、またいつでも声かけてよ。それじゃあね。システムになれません。放課後、寄り道するかバイトをするか。
なんかサマーコインでマジカルユミナを呼び出してなんかいろいろ美味しい思いをできるとは言うけど、ストーリーイベント発生だよ。だって。じゃあストーリーイベント行きましょう。肯定。根強くアタックした回はあったかな。部活はまだか。こうやって言って被写体がいないな。お兄ちゃん、なーにって言いたくなる。アナユミナ、なーにキョロキョロしてんの。お、もしや被写体をお探しですか、写真部さん。そうなんです。ん、まあな、これから部活の時間だし、スポーツに励む生徒を取るチャンスだよね。その服かなり過激なスポーツ服ですねと思っちゃうんだけど、そんなとこだ。じゃあ取る相手は決まりじゃない。うん、誰だよ。もう、わたしですよね。ほら、テニスウェア姿かわいいでしょう。うん、エロかわいいです。ももも、やっぱスカートだよね。まあ、我が妹ながらかわって何考えてんだ。妹妹、どう、撮りたくなった。これはユミナちゃんルートだとあれだね、主人公の自制心との戦いになるんかな。理性との戦いみたいな、面白くなってきましたな。いや別に、何が悲しくて妹取んなきゃなんねえんだよ。逆に聞くけど、妹取んなくて誰取るの。ですよね。本当うまいことを言いくるめてくるね。まさか浮気、浮気なの。浮気になっちゃうのそれ。どういう理屈。浮気っておま、うす、泣くぞ。おう、この子ほんと小悪魔っぷりがやばいぞ。泣くな、わかった、取るから泣くな。うん、そうそう、ユミナはお兄ちゃんの専属モデルなんだから、どんどん取ってくんなきゃね。もうこの子だけでいいんじゃね。この子だけでいいんじゃねって感じがするんですけど、やばいよこの子。あー、いつから専属モデルに。こんな可愛い妹が取り放題なんて、ラッキーだと思ってくんなきゃ。こんだけグイグイ来る可愛い子ってやばいですよ。よく主人公大丈夫だね。はいはい、じゃあなんかポーズ取ってくれよ。なんかってどんな。任せるよ、自由なポーズで。なんか投げやりな感じ、つまんない。あー、一体どうしろと。ちゃんとポーズを指定して。じゃあモデルっぽく立ってみてくれよ。モデルっぽく、うん、うん、やってみる。どんな感じ。うん、こんな感じかな。そんな感じでいいと思う。かわいい。目線そらすのもなかなかいいわね。おお、スカートピラン、ピカン。今いきなり何すんだ。サービスしとこうかなって。八台山で走らいよ。スコートだから大丈夫だよ。お堅いな、お兄ちゃんは。本当お堅いな。プレイヤーは結構ノイノイなんですけど。私は結構ノイノイなんですけどね。主人公がわりかし理性を保っている。壊れろ。壊れちゃえ。うん、嬉しくなかった。うーん、それはもごもご。兄ちゃんだからだよ、こんなサービスするの。あー、もうやばい。この子なんなの、もう言葉巧みすぎるよ。もう私がお兄ちゃんだったらもうガバチョってしてるね。抱きしめてるね、やばいね。写真頑張ってね。頑張る。それじゃあ部活行ってくる、またね。おー、頑張れよ。うん、かわいいな、もう。しかし主人公のセリフはダクっていう。乗ってくれ。プレイヤーと主人公のセリフの乖離が激しい。あの左上のハートゲージはストーリーイベント発生させるためのゲージ。いろいろなんかゲージが豊富でややこしい。
難しい。慣れる前大変だ。あとなんかフリーイベントもあるらしいしね。さてラウンジ誰いるかな。おう、ユミナン。お兄ちゃん。私服姿。何してんだこんな時間に。なんだか眠れないから夜の宿舎をお散歩。そういえば後ろにお風呂ののれんが見えるんですけど、お風呂のイベントもなんかあるんですかね。そして間違ってなんか覗いちゃった的なイベントなんかあるんですかね。期待しちゃうな。お兄ちゃんは？俺も似たようなもんだ。似たもの兄弟だね。兄弟だしね。顔は全然似てないけどな。こういうギャルゲーあるある、主人公の顔がわからねえ。そうなんだよね、不思議だよね。こうまで言われるとどんな顔なんか逆にめっちゃ気になるんだけど、絶対見れないよね。ユミナの部屋着姿か、見ちゃう。大きくなったな、どこがって。絶対これお胸見て言うてるでしょ。お胸見て大きくなったな言うてるでしょ。妹の部屋着姿にドキドキ。なわけないだろ、大きくなったなって思ったんだよ、思ってたんだよ。なんだ、ドキドキしていいのに。バカなこと言ってないでさっさと寝ろ。会員さんに見つかったら怒られるぞ。お兄ちゃんもね。それじゃおやすみなさい。おやすみ。やばいよ、ユミナちゃん妹属性つけつつぐいぐい押してくるよ。もうコロって言っちゃうんですけど、私が私がっていう。プールで水泳だよ。なんだって。速攻でなんだってって言っちゃうやつ。プール水泳行く。あ、お兄ちゃん。あらまあ、ユミナ水着だ。まあ当たり前なんだけど。暇ならちょっと話そう。いいでしょ。いいよ。やった。今度こそ写真を撮らせたいところ。とりあえず無難に勉強。話題、得意教科ってなんだっけ。特にないよ、数学が苦手なだけ。私も苦手です、数学。算数レベルで苦手です。そっか、全般的にそこそこ成績いいんだよな。ほんとよくできた妹って前言ってたしね。からかってみる、なんだよ。妹のパンツで顔を拭くのは良くないと思うよ。そうだね、お前が風呂場に置いとくからだ。いや、そこ攻めるとこじゃない。風呂場に下着置いて行くでしょうがよ。次はせめて洗いたてにしてね。そういう話じゃなくて、もうこの子はもう洗いたてはクローゼットにしまっとけい。なんかこの兄弟ずれてる、何かがずれている。結構ハートゲージ、右上のハートゲージ上がっちゃうな。また恥ずかしいって言っちゃうな。むずいな。多分これ上がりきっちゃうのであかんと思うけど、写真どう？写真撮らせてくれないか。あー、ごめんね、もう行かなきゃならなくて。ですよね、ドキドキさせないで写真のテンションゲージ上げるの難しいな。そっか、またいつでも声かけてよ。それじゃあね。一応経験値じゃなかった、好感度自体は上がってるんですけどね。家庭科室で調理実習だよ。調理実習か、うん、行こう。ひたすら妹追いかける。あ、お兄ちゃん。エプロン。暇ならちょっと話そう。いいでしょ。
何回でもいいよ。やった当面の目的、写真撮らせろ。さっきの水着で食べたかったんですけどね。運動話題からいこうか。お前って運動神経そんなに良くないけど運動好きだよな。だって楽しいもん。いいことだね。スポーツはね、うまくなくても楽しいんだよ。楽しむ心って大事よね。食べ物家庭科だし、今得意料理ってなんだっけ。オムライス。結構高レベルなものを作るね。私オムライス作れませんよ。お兄ちゃんにだけハートを描いてあげる。またこの子は、もうこの子はもうなんつーの、男心くすぐるのうまくない。まあ私女ですけど。いや普通にケチャップかけてくれれば。ハートじゃなきゃダメなの。嫌ならラブって書いちゃうぞ。それはちょっと困るな。わかった、ハートで。ハート最高。でしょ。言葉巧みすぎるんですけど、この妹怖い、将来が怖い。お兄ちゃん嫉妬しちゃうな。これゲージなかなかいい感じじゃない。ここでちょっとからかうとやばそうなので、無難に勉強を話題ふとこ。お前って予習復習してるのか。そんなに勉強しないよ。けど宿題と夏の課題はちゃんとやってるよ。偉いでしょ。えない。おお、真面目なやつめ。こんなもんでどうだ。今度こそ写真、今度こそ写真撮らして。あーごめんね、もう行かなきゃならなくて。結構シビアだな。もっとまたいつでも声かけてよ。それじゃあね。もっとテンションゲージ上げないとダメな。あんま攻めすぎるとドキドキして帰っちゃうし、まったくん。好感度だけぐいぐい上がっていくって状況になってしまう。難しい。ああ難しい。とりあえず今部室にしかいないな。今んとこ 70% 以上のとこ行けば大体は会えるね。なんかマジカルパワールーレットってしなくてもね、試しにやるとこんな感じ 100% ってなるんですけど、まあ、そこまでしなくてもね、まだ大丈夫だね。でなんかさっきここにぴょこって変なマジカル魔法少女出てきましたけど、これマジカルユミナってなんか妹ユミナちゃんの魔法少女バージョン的な謎の謎のキャラクターなんだよね。まあ、とりあえず今普通に行きましょう。ユミナ声かけるよ。何してんだユミナ。お兄ちゃん暇ならちょっと話すか。うん暇暇、話す話す。写真撮らせろ。ひたすら今はそれよ。あ、なんか一気にプライベートのところががっつり合体しちゃった。いきなり攻めるのもちょっとあれなんで、まあ趣味の方から。ユミナはお兄ちゃんの専属モデルなんだから、いっぱい撮ってくれなくちゃね。いっぱい撮りたいんですけど、撮らせてくれないのよあなたが。はあ、マジでいつか専属モデルに。あー、なーにそのリアクション。こんな可愛い妹そうそういないんだから、感謝してくれなくちゃね。ほんと可愛い妹だよ、間違いないよ。だから写真撮らせろ。撮らせろ。あー手をつなぐ、来た。今ならいけるか。ハードゲージそんなにまだいってない。いけるか、手をつないじゃう。思い切って手をついついギュッ。ごめんね、いきなりだからびっくりしちゃった。悪い、サンガルン。あともう一回いけそうかな。触れるとかあるけど、これやったら絶対恥ずかしがってもうダメだ。
なんかこのジュエルくっついたのが2個とか3個になると結構ゲージがガンと跳ね上がるんだけど、博打要素がでかいな。学園生活はそんな恥ずかしがらんでしょ。これいこう。今日も暑いね。こうしてるだけで汗が出ちゃう。リアル世界も今暑いんだ。そうだな、夏真っ盛りって感じ。お、これいいんじゃない。アタック、いい加減写真撮らせてくれないか。ああごめんね、あかんのか。もう行かなきゃならなくて。ちょっと、またいつでも声かけてよ。それじゃあね。いっぱい声かけてるんですけどね、そんなにダメな。フリーイベント発生だよ。うん、このメニューの右上のゲージで全体的な恋愛ゲージは上がってるんですけど、ストーリーイベント発生するんですけど、写真撮らせろ、写真を撮らせろ。本当もとりあえずストーリーイベント行きましょう。あ、階段降りてくるのは、なんでそんなに。なんでそんなにびっくりするのか。シャッターチャンスだ、そういうことか。まさかラッキースケベでおパンチラするとかそういうやつ。うん、うん、うん。そんなんでもなかったわ。あいつはいつも楽しそうだな。そんだけ。ストーリーイベントっていうからなんか大層なもんあるんかと思ったらそんだけだった。まあでも今ちょっとミッション進みましたね。このスマホのメニューでね、ミッションってあるんですけどね、なんかこういうのあるんですよ。これを成功させるとサマーコインってもらえるんですけど、なんかイベントってストーリーミッションとなんかフリーイベントミッションとかなんか複数あるので、ちょっとね、ちょっとね、どれだっけな。このフリーイベントとかもあるので、そっちの方だったんかな。 あまりにもあっさりすぎたよね、さっきの。ややこしいや、独特のシステムにまだ慣れない。お、変態くんって言われる。高梨さんだ。こんな時間に何してるの。暇だったのでなんとなく。そっか。高梨さんは自販機でミネラルウォーターを買おうと思って、買い置きがあると思ったらなかったのよね。とりあえずパジャマは下から眺めてみちゃう、眺めてみちゃう。部屋着姿。どうしたの、じっと見て。変かな、この服。そんなことないですよ、むしろその逆、すっごく似合ってるなって。そう、ありがとう。この間買ったお気に入りなの。それじゃおやすみね。おやすみなさい。綺麗な人だよな。まあ順調にいけば高梨さんが性ヒロインなんだろうと思われるので、いつかやりたいな。寝る。あ、中澤。あ、どうも。おはよう。おはよう。うん、出会うだけだった。こういうランダムイベントもフリーイベント発生だよ。あるのね。フリーイベント発生だよ、教えてくれる。じゃあ行こう、後頭部。お、お兄ちゃん。ユミナ、今日も京都で追いかけてきたぞ。なーにしてんの。追いかけてきてんだよ、とは言えない。お前こそ何やってんだよ、部活行かなくていいのか。ちょっと遅刻、日直だったんで学級日誌書いてたから。あー、学級日誌ってあったよね、めんどくさいよねあれ。学級日誌、そんなもん真面目に書いてんのか。あー、ダメだよお兄ちゃん、日誌はね、先生と私たちの交換日記なんだから。うまいこと言うね。ちゃんと丁寧に書くと
それは先生によりけりだよね。そんなもんか。そんなもんそんなもん。お兄ちゃんもやってみれば。ひまり先生から素敵な返事が返ってくるかもよ。それは興味あるが、何書くのか考えるのがめんどくさい。そこを考えるのが楽しいのに。あ、じゃあ先生じゃなくて私と交換日記しない？しやしや。てか兄弟同士で交換日記っての逆に回りくどくてなんか恥ずかしいな。なんでそうなるんだ。さっさと部活行け部活。絶対楽しいのに。話せばいいじゃない。あ、話せないことなんか日記にしたためたいの？そういうこと？それじゃまたね。あ、またな。妹と交換日記とかそんな兄いねえってなっちゃうよね。そしてどんどん交換のゲージはめっちゃ上がっていく。ストーリーイベント発生だよ。ストーリーイベント行こう。飯も食ったし昼休みは何すっかな。お兄ちゃんいる？ん？おい、1年のユミナちゃんの登場だ。お、モブがちゃんと喋るよ。いや、ギャルゲーによってはちょモブにセリフ、ボイスがないってこともあるからさ、ちゃんと喋るわ。これ声優さん誰だ？堂島の声優さんは杉田智和さんって分かったんだけど、あと男性声優さん知らないぞ。いつ見ても可愛いよな。はあ、あの麗しき天使様がキャツごときの妹とは。お兄様とお呼びしたい。こんな高校生いるか。なんでそんなじじい臭い言い回しと声なの。変態ごときの妹とはって文字が本当似合います。変態って名前にしてよかったと思います。人気あんだよな、ユミナのやつ。なんだよ、いきなり教室へ来て。いきなりじゃないの、さっきも覗いたの。覗いてたん？そうなのか。じゃあパン買ってくる間にすれ違ったのかもな。残念。お昼一緒に食べたかったのに。もう公認カップルでいいじゃんもう。いや兄弟なんだけどね。なん、お前と一緒に昼飯？何度も言ってるだろ、無理だって。なんで、ひどい。ほんとひどい。兄弟なんだから別に変じゃないよ。妹と昼飯とかストーブの頃じゃあるまいし、恥ずかしいじゃねえか。じゃあ妹じゃなくて恋人だと思えばいいじゃない。ほんとこの子はグイグイ来る。ほんとグイグイ来ちゃうから、もうむしろ私がすでにコロッと言ってるんですけど。可愛すぎる、やばい。なあ、わけわかんねえこと言うなって。でも主人公は乗り気じゃない。このギャップ、主人公とプレイヤーの気持ちの差。わけわかんなくないの。最愛の妹のお願いは聞かなきゃダメなの。聞きたいです、私的に聞きたいんですけどね。ちょっと主人公が言うこと聞いてくれない。そうだ聞いてる。そうだそうだ。そうだぞ。羨ましすぎて歯茎から血が吹き出そうでござるよ。この C の人なんなん本当。多分あれだね、オタク的な感じのキャラを出したいんだろうけど声がおかしい。お前ら調子のいいこと。なんてね。実は私もお昼はもう食べたからいいの。なんだよ。クラスの子たちと食堂行っちゃった。それでいてからかってくるこの妹の小悪魔感やばすぎる。じゃあなんだよ。勉強教えて。高等部になってからどの教科も難しくなっちゃって、特に数学は難敵だよ。数学か、まあ暇だしいいけど。じゃあお願いね、図書室行こう。俺も得意じゃないが去年習ったことだしなんとかなるだろう。私はちなみに習ったことすぐ忘れます。どうでもいいことだけど。窓際の席が空いてるよ、あそこで教えて。おう、こういう時は窓際って決まってるよね。あら可愛い。
あーないなに、あー因数分解な、 A イコール X2 プラス 2AX プラス2で B イコールこれはだな、わからん因数分解やったなって記憶あるけど、いざやり直せと言われたらもうさっぱりわかりません。うんうん、なになに、お前近すぎ、教えにくいだろ。そんなことないよ、離れたら教科書が見えないじゃない。ぐいぐい近づこうねそっか、じゃあ続けるぞ。うんうん、まず式を展開してだな。こいつ胸が去年より大きくって、何考えてんだ。妹、妹だよ。胸、お胸。ほらどうしたの、続き続き。理性との戦い近い、気が散るだろ。なんで、どうして気が散るの。それはだな、ちょっと言えないな。私の胸にドキドキしちゃった。そうなんです、よくわかったねで、やっぱりアピールしてるでしょこの子。分かってた女の武器アピールしてくるこの子の小悪魔感がやばいです。お前わざと押し付けたな。そんなことしないよ、自然と当たっちゃうの。ほら、ずいぶん大きくなったから。アピールしないで、ドキドキしちゃうからやめて。去年にブラのサイズもアップしたし。なんだって、いくつになったんだよエッチ、妹に胸のサイズ聞くなんて。そういう風な言葉の誘導したじゃないかよ今。やるなこの子、やばいよ。お前がサイズアップとか言うからだろ内緒、知りたければお風呂でチェックしてみてね。それもやばいな、それもやばいな、いろいろとするか。私のパンツで顔拭いたくせに。あれは事故だ事故いい傾向だね、もう高校生だもん、女の子って意識してもらわなきゃ。うん、めっちゃプレイヤーは意識してるんですけど、主人公がもっとグイグイ行けよと、行けよと言いたい。誘惑しちゃうぞ。誘惑しまくってますけど、やばいくらい誘惑しまくっても私の心がポンぶっ飛んでますやばいよこの子ほんと。ああそういうのは他の男にだな。いいの、他の男子にこんなことして。うん、それはほらほら、いいから勉強の続き教えてよ。うん、式を展開して。あ、シャッターチャンス。それから何、うん、なんだろう、今写真 めっちゃうんうんうん、写真撮ってるめっちゃ写真撮ってる。だから胸を押し付けるのはだな。こうしてみんなに勉強を教えた。教えるどころじゃないような気が。校庭で体育だよ。うん、こっからまた通常に戻ったって感じっぽいね。